校舎外観光内の案内図席のオブジェ、五大陸陸上競技場三桜青久校寮の内部、東京都立駒場高等学校は、東京都目黒区大橋2丁目にある、都立高等学校。東京府立第三高等女学校を前身とする、都立高等学校。目黒区立第一中学校と高知が隣接している。周囲には、筑波大駒場、駒場東方。 駒場学園、日本高大駒場など多くの学校が立地し、東京大学教養学部から南におよそ700メートルの高台に位置する。1946年に現在地に移転してくるまで、麻布に校舎があった。戦前は、高等女子教育の名門中の名門としてその名を、長瀬、浅草の第一、小石川の第二、麻布の第三と評されていた。 初代校長の小林光は体力養成を強く奨励。足の大きくなる学校と言われるほど体操授業に力を入れ、1929年まで20年以上にわたって校長職を務め、不立参女の基礎を築いた。1930年に広瀬武氏が校長に就任すると、校友会活動にも力を入れ、活発な活動を行うようになっていく。 戦後の学生改革により、男女教学に移行した後も、各界に多彩な人材を送り出してきた。特に都立高校前世紀において、女子では、都立難観光の一つに数えられていた。歴史的建造物である青具校寮が保存されているなど、伝統校としての一面が伺える。一方で、土曜授業の導入や、進学指導体制の整備が進んでいる。 また2007年6月には、東京都教育委員会より、国分寺、小山台、新宿、町田の各校とともに、進学指導特別推進校に指定され、教員の公募性や、進学指導体制のさらなる充実を実施し、進学実績向上に取り組んでいる。敷地内には、行行寮と呼ばれる木造2階建ての建築物が、残されている。これはもともと、高順工業が、 当時の皇太子、広仁親新郎の日に内定した際、お日教育の場として建てられた、お花御殿である。彼女が受代した後、当時の東京市麻布区日が久保に校舎があった、東京府立第三高等女学校に貸しされた。第二次世界大戦後に校舎を、現在地に移転した際に、青具校寮を移築し、現在に至っている。 現在は老朽化が進み立ち入り禁止の措置が取られているが、学園祭の際には例外的に領中を見学することができる。東京都立芸術高等学校の閉校後、その事務は東京都立総合芸術高等学校が承継した。本来であれば、母体校であった本校にその事務が承継され、また、遠隔資料等も承継保存されるべきところであるが、 1972年の独立時の経緯や同窓会や講演会が並行を認めずに単なる解消であると振る舞ったことから本校には全く承継されるものがなかった。そもそもこのような同窓会や講演会の振る舞いが学校を並行に追い込むことになった原因の一つであり、本校から独立した東京都立芸術高等学校を学科を新設し、 東京都立総合芸術高等学校へと公明の名称変更とせず40周年をもって閉校改変して新規に東京都立総合芸術高等学校を開校としたのには東京都教育委員会の意図があるのである。括弧内は職業と卒業年。ただし中退者等は例外あり。政治経済文化芸能、マスコミスポーツ。 ありがとうございます。